どうもお疲れ様です。じゃあ今日も相場解説行ってみましょう。8月25日朝6時になりますけども、タイトルはギッタンバッタンでございます。ギッタンバッタンっていうのはね、たまに相場解説でもこの表現させてもらうんですけども、上に行ったり下に行ったりっていうことですよね。まあ急速に上昇したと思ったら次の瞬間には急速に下落したりみたいなことをギッタンバッタンというふうに呼びますけども、シーソーがねギッタンバッタンするような、そんなイメージです。ちょっと前なんですけども、一方的に上昇がぐーっと伸びていましたよね。その後ちょっとだけ下落があって、その前は大きくまた上昇しました。その前も小さな下落があって、その前は大きく上昇しました。その前は大きく下落をしていましたって感じで、そのトレンドの波が結構長かったんですよ。こういう風にぐいっと長くって、もうね結構迷わずにセルとかバイとかっていうのを交互にできていた時代が長かったんで、稼ぎやすかったなってとこですけども、それに引き換えここ数日っていうのはね、この1週間ぐらいっていうのは上に行ったり下に行ったりを繰り返してるでしょ。これがだからギッタンバッタン状態です。だからトレンドが明確じゃないんですよ。だから横ばいでしょ、横ばい上昇下落っていうのがありますけども、今どちらかというとトレンド中というよりも日足で見ると横ばいの中に入ってるんですね。で直近の2つの陰線4線はほとんど同じ形を作ってますよね。でこれが下落した後にこういう風に陰線4線が並ぶと反対方向に行きますよ。ギッタンバッタンのね、まさに典型例ですけども、こういうのはよく出てるでしょ。私の方も話しますよね。でも今回は別にとんがったところにこの2つの陰線4線が並んでるわけじゃないので、これは横ばいのサインという風に捉えてもいいと思います。結局どっちに行くのか未だに迷ってる状態ですね。それがここ数日続いてるよっていうところです。これはだから上に伸びたいんだけども、介入の危機からあんまり投資家さんが資金を投じなくなってきたってことじゃないかなと思うんですよ。ここら辺はね、我が先に投じたお金が伸びていったってことだと思いますけどもね。はい、じゃあ次は4時間ですけども、4時間でもほらもうどっちかって言うともうトレンドというよりも横ばいでしょ。こういう風に大きく見るとこんな横ばい、もうちょっと細かくレンジするとこういったのとこういったのとに分かれます。まあほぼ一緒ですけどもね。まあ移動平均線と同じように重なりつつあるのがここ数日間の特徴ですね。移動平均線とローソク足が重なっちゃってるでしょ。ここはほら離れてるわけですよ。ここもね、この特徴も移動平均線をイメージ化してローソク足に重ねるとどういう判断をすればいいかってことの要因の一つになるよってことです。で最後に1時間見ますけども、ギッタンバッタンの最中なんでね、だからとりあえずはレンジを見つけていった方がいいかなと思います。ちょっと振り返ってみると、ここにダブルトップがあったんでぐーっと上がってきたのが下落するよって言ったら下落しましたよね。でその次の瞬間また戻ってきたわけなんですよ。さあそしてここまで収束になりました。このちっちゃい陰線4線の箱ってのを思い出してくださいね。ペナントが書けるわけですよ。でこっからヒゲを抜けたらブレイクねって言ってたら、そっちの方向に抜けていったわけでしょ。ね、抜けましたって感じでね、下の方向にドカン、それで材料で昨日の材料でねドカーンと下の方にずれたなと思ったら、これが昨日の朝ですよ。朝はちょっと横ばいのレンジになりましたけども、こっから N 字を書くように昨日は1日かけてね、相場解説もちょっと細かくさせてもらいましたけども、ぐんぐん伸びて結局前年戻しになりましたと。1日かけて前年戻しになって、さあ今ここに来ましたということなんで、上にも下にも勢力を失って、またあれですね、ボラティリティがこういうふうに大きく触れたのが早速小さくなりつつあって、今はどっちかっていうと陰線が何時間かずっとこっちの方に向かって出てるところですね。だからこれの反値戻し、ここの陽線の反値戻しと考えたらいいのかなと。まあいずれにしましても、今日は午前中にはねレンジをどっかでね型をつけておいて、それに応じた動きを見てエントリーを考えていきたいなってことです。まあ正直今週毎日毎日利益は出たんですけども、結構くたびれました。動画更新も多かったですからね。でもね、1週間立ってみて今日で最後ですけども、今週は多くの学びと利益を皆さんにお届けできたなっていう風なね実感は大きいです。メッセージをくださった方もありがとうございます。なんかね、本当に今まで自信がなかった方も今週で大きな自信がついたっていう方がいらっしゃったりとかしてね、私自身も伝えることの意義ってものを深く感じた次第でございます。それでは今日は深夜に、FRB の議長のねパウエル議長の発表がありますけども、それまでは普通のテクニカルですから、で金曜日なんで
火水木よりもちょっとだけ難易度が上がりますけども、まあでもね、今日の難易度っていうのはほぼ同じですよ、火水木と。まずはレンジを午前中に決めておいて、そこからどのようにね値動きが動くかによって、またエントリーのポイントを見つけていきましょうということでございます。それではお疲れ様です。